皆さんこんにちは。画像生成 AI のステーブルディフュージョン、オートマチック1111や動画編集のダヴィンチリゾルブなどで古いグラボだと動作が重いというわけで、思い切って RTX4070Ti に換装することにしました。この5月に RTX4060 が発売されましたが、メモリが 8GB と手持ちの2070と変わらないのでパース。7月には 4060Ti が発売予定ですが、 4070Ti を買った方が後悔しないだろうという選択です。とりあえず一番安く売っていたパリット製の GeForce RTX4070Ti ゲーミングプロ 12GB です。使用 PC は Windows 10、 電源 750W、 i9-9900K、 メモリ 32GB で検証していきます。今回はオートマチック1111メインで、ダヴィンチリゾルブもちょこっと検証予定です。検証内容は気になるところの速度と消費電力に絞ってお届けします。グラボのスペック的に2倍速ぐらいになればいいかと思っていましたが、その予想を裏切り、オートマチック1111では最終的なチューンでなんと6倍速に。なんだか信じられませんが、この後の検証をご覧ください。グラボのイルミネーションはド派手です。しかし一番安かったグラボということで、内容物は電源コード類しか付いていません。 HDMI ケーブルも付属していませんでした。それにしても AI のせいでグラボを買い替える羽目になるとは思ってもいませんでした。まずは RTX2070 での検証。ステーブルディフュージョンウェーブ UI では定番らしいハローアスカベンチマークでの計測結果をさらっとお届けします。PC のアイドリング時の消費電力は 110W ぐらい、マザボにはストレージ7発がつながっています。この時点でのトーチは 1.13.1、 CUDA は 117。 画像10枚を生成するのに要した時間は1分47秒87。 PC 全体の消費電力は約 300W ぐらいでした。それでは 4070Ti での検証。とりあえず2070と同じトーチ 1.13、 CUDA 117で画像10枚を生成してみます。まずは無負荷時の消費電力、 RTX2070 とほとんど変わりません。これは地味に嬉しいです。 RTX2070 では1分48秒だったのが、 4070Ti では0分49秒。消費電力は 338W と意外と低電力です。ローブイラム設定がオンのままだったので、オフに設定し再テストします。ローブイラムオフで10枚秒が49秒21から35秒19と14秒の高速化、いいっすね。さらに調べてみると、オートマチック1111が RTX4000 番台でトーチ 2.0 と CUDA 118に対応したとのこと。トーチと CUDA、 そして XFORMERS を更新して再度ベンチマークを実行してみます。なんと10枚秒が18秒58。これはもう劇的な速さです。 RTX2070 では108秒だったので、 18.5 秒は約6倍の高速化です。ちなみにここまで少しでも高速化させるため、1111のライブプレビューはオフにしてありました。ライブプレビューをオンにしての画面はこんな感じです。画像1枚生成に2秒かからないというすごい技術だと思います。この高速化ができるのは RTX4000 版からだそうです。 4070Ti を選択しておいてよかったです。サンダーマスターとやらでグラボのオーバークロックをやってみましたが、クロックを上げすぎると止まることもしばしばありました。しかも目に見えての効果は全くなかったです。これは CPU 性能がもっと良くないとダメかもです。なのでオーバークロックはせずに安全運転で行くことにします。画像からポーズを固定できるオープンポーズ、これも2070では遅すぎて使う気にはなれませんでした。 4070Ti ではいかがでしょうか。画像生成サイズは 640×480 です。コントロールネットを使用します。生成してあったお姉さん画像をドロップし、オープンポーズを選択。一旦高解像度補正なしで生成してみます。3秒75です。これならオープンポーズも苦にはなりません。高解像度補正で 1.5 倍に高品質化してみます。高解像度補正も2070では遅すぎて使いづらかった機能でした。元画像の解像度によっては拡大率も2倍にすらできませんでした。
さすがに10秒ぐらいはかかりますが、2070の時は1分以上かかっていたので大満足です。ローラによる学習に関しては、元画像12枚を600ステップで回したところ6分19秒で完走。これが早いのかちょっとわかりません。 RTX2070 でローラの計測をしていなかったため比較はできません。残念ですが劇的に速くなった感覚はありませんでした。次はダヴィンチリゾルブでの検証。エディットモードで処理の軽い箇所と重い箇所で比較をしてみました。 RTX2070 で動作の軽い部分を再生しています。複雑な処理をしていないので RTX2070 でもスムーズです。 4070Ti での見た目は同じなので、双方の軽い箇所での消費電力のみ比較します。2070より 4070Ti は 15W 程度の消費電力の増加で済んでいます。次はエディットモード再生時の処理の重い箇所の比較です。音声はサンプル動画のものです。処理が重くプツプツ途切れています。まずは RTX2070 から左から右に時間が経過しています。 V 字効果が起きた箇所を比較すると、このように大幅な遅延効果があります。やはり中央配置が一番力を発揮するでしょうか。総合的に判断して動案不要、中央配置がベストという結果になりました。次は RTX4070Ti での再生動画です。左から右に時間が経過しています。ノイズ効果が起きた箇所を比較すると、このように大幅な遅延効果があります。やはり中央配置が一番力を発揮するでしょうか。総合的に判断して銅板不要、中央配置がベストという結果になりました。途切れた箇所は2070で14箇所、4070Ti で5箇所と約3分の1に。ダヴィンチリゾルブでの再生比較でも 4070Ti は十分有効であると感じました。検証結果をグラフにまとめました。 RTX4070Ti は予想していたより消費電力は少なく済みそうです。昨今の電気代値上がりもあり心配していましたが、グラボによる影響は少なく済みそうです。こちらはハローアースカベンチマークの結果。あくまでこちらの環境での検証結果ですが、2070より6倍速くなるという圧倒的速度でした。今後の AI 等のグラフィックの進化にも当分はついていけそうです。とにかく速度の爆上げを体感できたので、4070Ti は文句なしにおすすめできるグラボだと思います。